体力テストで生きる陰キャ。今日体力テストか、嫌だな。でも逆に女子の前でいいとこ見せればモテるんじゃね。じゃあ握力とか自信あるしアピろうかな。確かに強そう。なんか鍛えたりしてんの？僕の場合握力って勝手に鍛えられるんだよね。女子の手を握る動作で。恋愛すればするほど握力の鍛錬にもなるってことか。で、恋と握力の練習は誰と？相手は妄想で。オフ自主練。握力あっても恋はつかめないってか。最初は立ち幅跳びからするぞ。誰か得意な人にお手本でやってもらおうか。あ、僕やりましょうか。いや、そんな脂肪だらけの体で飛べるの？いや、これほぼ筋肉だから。飛べない豚はただの豚じゃん。かっけえ。おお、得意なのか。ちなみに去年の記録は？確か24センチ。ああ、ただの豚だ。飛んでないけど飛んだね、つって。ああ、今回のお手本はもうちょっと飛べる人にしてもらおうかな。え、ああ、はい。ほら、その記録でアピールはバカだって。走りありなら結構飛べるんだけどな。いや、走りも遅いし一緒だろ。僕普段から全力疾走で飛びまくってるからね。え、普段全力疾走で飛ぶって何を？陽キャからの呼び出し。オフ全力疾走。そっちの飛ぶか。じゃあ次のシャトルランは2グループに分けてやるから、自信があるやつは最初のグループ来て。あ、僕行ってくるわ。いや、どう見ても持久系は苦手な体じゃん。いや、僕こう見えて小さい頃からスタミナ系種目は得意だったから。いや、それ話持ってんじゃないの？一切持ってないよ。絶対持ってるわ。だって僕中学の時のあだ名スタミナ太郎だぞ。オフ大盛り。確かに食の持久力はヤバそうだね。長井は最初のグループか。シャトルラン得意なのか？女子見てるし強気な発言しとけば。はい、シャトルランなんて僕の走力があれば1分で終わりますよ。即リタイア発言。じゃあ最後はボール投げだ。自信あるやつお手本してくれるか。じゃあ僕やります。おお、これも得意なのか。あ、俺もやります。なら2人ともやってもらおうか。直接対決じゃん。陽キャの秋山より投げたら女子にモテるよ。じゃあ自信ある方から投げて。あ、はい、お腹痛いんでやめときます。あ、試合を投げやがった。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。